全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、ヤッケンです。先日ですね、大人気ガレージブランド38エクスプローさんの大人気 LED ランタンのミヤビ、こちらの新色のグレーとオリーブ、こちらを紹介させていただきましたけども、今回ね、2023年の6月にこちらの新色ミヤビも発売されたんですけど、新色ドレスアップステッカーも発売されています。で、それを今回買いましたので紹介させていただいて、実際にこちらのミヤビに貼っていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ動画きっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。では開けていきましょう。はい、今回のおまけステッカーこちらです。で、こちらですね、こちらの3色、これが今回の新作ドレスアップステッカーです。それぞれ開けていきましょう。こちらが2023年夏の新作のドレスアップステッカーです。その名もタイポグラフィーみやび。はじめはね、すでにこのみやびに貼られていたものが、北海道で行われたアウトドアのイベント北海道ミーティングで先行発売されて、その後このステッカーのみで6月17日に発売されました。で、このタイポグラフィーっていうのは、文字を使って何かをデザインすることをタイポグラフィーって言うんですけど、これめちゃくちゃかっこいいですね。これね、後で貼ったところも見せますけど、めちゃくちゃかっこよくなります。しかもこれ文字以外のところはクリアステッカーになってるので、今までのドレスアップステッカーよりも光をよく通します。なので、またそこら辺もね、今までのものとどう違うのかっていうのも見ていきたいと思います。では一つずつ紹介していきたいと思います。まず一つ目、グラファイト。グラファイトっていうのは炭素のことなんですけど、炭素の中でも黒鉛化されたものをグラファイトって言います。炭素全般のことはカーボンって言うんですけど、その中で黒鉛化されたものをグラファイトって言うんですね。で、黒鉛化っていうのは炭素を熱処理して高温で熱処理することによって電気を通りやすくしたり、熱を伝わりやすくしたり、あと軽くなったりするんですけど、そのグラファイトです。なので多分今回は黒鉛っていう意味で使われてるんじゃないかなと思うんですけど、少しね、黒っぽいというかグレーっぽい色ですね。そして2つ目、こちらがビリジアン。ビリジアンっていうのは元々は水酸化クロムを主原料にした顔料を表す言葉なんですけど、今は水酸化クロムを主原料にした顔料のことだけじゃなく、水酸化クロムを主原料にした顔料のような色すべてを指す言葉になってます。ちょっと青みがかった緑ですね。そして3つ目がバーミリオン。これは黄色がかった赤色のことで、日本語で言うと朱色を表す言葉ですね。で、朱色とオレンジの違いなんですけど、オレンジは赤と黄色が1対1なんですけど、朱色はあくまで赤に黄色を混ぜたものなんですよ。なので赤が大きいんですよ。赤が多ければ朱色で、赤と黄色が1対1だったらオレンジなんですね。まあかなり似た色にはなるんですけど、これは朱色を表すバーミリオンです。で、38エクスプローさんはこういう名前にもこだわってらっしゃるので、こういうね、名前に注目してみるとまた面白いかもしれないですね。ではね、早速貼っていきましょう。で、これを貼ることでタイポグラフィーミヤビを作っていくわけなんですけども、やっぱりね、ベタですけど、グラファイトとグレーの組み合わせ見たいですよね。で、オリーブとビリジアンの組み合わせ見たいですよね。だからベタですけど、この組み合わせで今回は貼っていこうと思います。じゃあね、毎回ね、一応貼り方お伝えしておりますけども、はい、ここ少しだけ剥がします。一気にね、全部貼ってベタって貼るとこうずれたりするので、このやり方がおすすめなんですけど、まず少しだけ剥がします。で、できるだけね、指紋つかないように端っこの方を持ちます。こんだけぐらい、これぐらい、ちょっとだけ剥がします。で、ここをこう折り込んで、ここに貼っていきます。で、こう、まっすぐ貼ります。で、端っこだけだったらまっすぐ貼るのが貼りやすいので、これで貼って、あとはこれを丁寧にずれないように貼っていくだけなんですけど、はい、こんな感じで貼ることができました。こんな感じですね。で、次、こっちも貼っていこうと思います。少しだけ剥がして、こう折り込んで、で、ここの部分だけまっすぐ、神経を使ってまっすぐ貼ります。こんな感じです。で、従来のね、みやびと比べると、クリアステッカーなので光の透過が高いです。で、こっちの優しい光もいいんですけど、みやび自体が元から優しい光ではあるので、これぐらい光透過した方がいいっていう方もいらっしゃると思います。で、これよく見るとね、この緑の文字だけじゃなく、白い文字もね、白い文字もついてて、すごくね、綺麗ですね。かなりね、アーティスティックなみやびに仕上がったと思います。皆さんもね、ぜひこの新作ドレスアップステッカー買ってみてはいかがでしょうか。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。